まあ大体ですね、明日の朝7時ぐらいに雨が止んで、その後晴れて、昼ぐらい、これですね、旅行とか出張とかで移動したところの天気まで把握するアプリとしては、僕はもうかなり最強に便利だなと思っていまして。こんにちは、戸田悟です。今回はちょっと変わった天気予報アプリ紹介するんですが、実はですね、これ当チャンネル始まって最初のタイアップ企画です。よってメーカーさんから提供をいただいて、費用をいただいて、この動画を作っています。ということで、最初にタイアップのポリシーを紹介したいんですが、僕のチャンネルではタイアップの場合もですね、もう僕が好きなように、レビューしていいとか紹介していいというもの以外は取り上げません。もちろん今回も僕が好きなように動画を作らせていただきました。皆さんにもちろん紹介していいなと思うものしか取り上げませんので、そこはご安心ください。今回のアプリもですね、結構変わっていて面白いと思います。ぜひ使ってみてください。はい、今回はですね、かなり個性的な天気予報アプリですね、オルサという名前です。こちらを紹介していきます。利用はですね、無料で、もちろんインストールも無料なんです。で、広告も表示されないというのがなかなかいいところだと思っています。なお、オールサは iPhone でも Android スマートフォンでもどちらでも使えます。もちろんどちらでも無料ですので、使い方ほぼ一緒ですので、今回は Android スマートフォン、Mi Note 10で、紹介していきますけれども、iPhone の方も、使ってみてください。はい、それではオールサを起動してみましょう。はい、起動しました。なかなかですね、個性的な画面がこう表示されて、最初使い方よくわからないかもしれないんですが、まあ理解してしまえば結構簡単なんですけれども、これ何かっていうとですね、24時間の、まあ時計のようなものが表示されていると思ってください。で、まあ今日はですね、これ撮ってる時はもうお昼過ぎてるので半分こう何も表示されてませんが、明日にするとですね、全部表示されるわけです。で、これどうやって見るかというと、例えば今ですね、まあ約1時ですね、12時56分、約1時ってここなんです、現在って出てますけれども、で、気温が13度だということが分かります。で、例えば明日の天気を見るとですね、こうまあ大体ですね、明日の朝7時ぐらいに雨が止んで、その後晴れて、昼ぐらいからちょっと曇って、また晴れて、なんかちょうど天気予報アプリ紹介するに適切な天気っぽいんですが、その後また曇ってまた雨になるということが分かるわけです。で、天気予報だけであれば、もちろん、こういったのはと、普通の天気予報アプリでもわかるんですけれども、このですね、例えば温度の推移とかですね、わかりやすいわけですよ。で、これ今気温になってます。で、気温がこの円形で表示されてるんですが、例えば今日の方が明日と比べると気温がちょっと高いことがわかるんですよ。明日に、今日、これが今日です。で、明日、切り替えるとちょっと円がギュッと収縮していくと思います。中心に近いほど寒いわけですね。で、13日はどうかなっていうと、あ、雨だけど暖かいなと。で、14日はと、またちょっと寒いなと。15日、あ、だいぶ暖かい。16日、あ、かなり暖かい。17日、あ、またちょっと下がるっていうのがですね、こう視覚的にわかるというのが、まず一つですね、このいわゆるレーダーチャート的な表示の、楽しいというか、わかりやすいところです。さて、次はですね、今気温を表示しましたけれども、今度ですね、降水量を見てみましょう。はい、これがですね、まあちょっと注意も、親切な注意も出てくるきますけれども、これがですね、この降水量をタップすると、このグラフがですね、降水雨の量に変わるわけです。これも同じように、これ今日ですね、今日はもう半分ないわけですけども、今日はちょっとの雨だなと、明日も雨これぐらいかと、これ分かるのはですね、例えばこれ天気予報でですね、晴れ後雨とか、晴れ時々雨とかって言われても、どんな感じか分かんないですよね。あと何時頃降るかも分からない。じゃあ例えばこれ13日なんか天気予報的にはもうずっと雨なんだけど、実際降ってんのはまあこのぐらいかというのが分かって、この辺はもう雨弱いなというのが分かるわけです。で、もうこの日は晴れて雨ないんだと。で、この日またちょっと降るなと。こういうことがこのグラフで視覚的に雨も分かります。で、同じように湿度見てみましょうか。湿度。今日はですね、これ湿度は中心に近いほど湿度は低いわけです。今日は、今は湿度低いんだけれども、だんだん上がってくるなというのが分かるわけですね。で、明日はもう結構湿度高いなと。でも13日は雨ですから、もうかなり多湿だなと。で、14日になると雨が止むんですけども、まあ、徐々に湿度下がってくると。で、15日は、まあ、かなり湿度は下がると。こういうことが、これ湿度も分かるわけです。で、これ僕釣りが好きなんで結構重要なんですけども、これ風速ですね。で、風速もこれが風速4メーター、3メーター、5メーターみたいな数字で見るよりも、やはりこのグラフの棒で見る方が分かりやすくて、まあグリーンだったらまあ大体弱いぐらいの風だなと。で、12日、ちょっと強いかなと。
13日、うわ、この日風強いし雨も降るわけですよねっていうのがよく分かりますよね。で、風が強い時間帯もこう分かるわけですよ。で、14日もこんな感じですね。15日はもう風がなくて穏やかですよね。もう外に出られれば釣り日和ということになります。この辺もとても分かりやすいと思います。同じく気圧、これ気圧あんまり見る方 いらっしゃらないかもしれませんが、まあ僕は釣りがもう下りですね、釣り好きなんでよく見ますけれども、実は釣り以外に喘息も持ってまして、気圧で喘息に影響があったりするんですね。あと偏頭痛を持ってる方も喘息を結構ですね、偏頭痛という方は見る方いらっしゃると思うので、気圧の変化をこうやって見ておくとですね、うわこの日急に気圧下がるねと、これ喘息とか頭痛やばいねっていうのがこう分かるわけですよ。この辺もまあ自分の体調といつもこのオルサを見ていればチェックがしやすいと思います。はい、でオルサを起動したらですね、まず場所を設定したいと思います。これ今所在地、大田区になってますけれども、上をこうタップするとですね、まあここでですね、例えば千葉県の、船橋市とこう選べます。するとその地域に合わせた温度が表示されます。で1回ですねこれ設定するとまた起動しても船橋になってます。もうつまり自分が住んでるところを、最初に選んでおくのが、まあ、コツというかおすすめの使い方というわけです。もちろん、ずっと会社にいる時間が長い方は会社でもいいですし、まあ東京であればそんなに天気変わらなかったりしますけれども、まあその辺はまあ皆さんの使い方に合わせるわけですけれども、まず最初に所在地を決めてください。さて実はですね、オルサはですね、スケジュールとカレンダーが一緒になっているというのが便利なところ でスケジュールはですね、このオルサ自体で持っているのではなくて、まあ Google カレンダーのデータを使っているわけですけれども、まずここに予定を入れてみましょう。今日はですね、これ11日、明日12日も予定ないですね。このあたりに予定を入れてみましょう。左上のですね、予定追加をタップします。すると、まあ説明できますけれども、これ次でいいと思います。で、利用するカレンダーアプリは選ぶわけですけれども、今回標準で使い慣れているのが出てくると思うので、それを使えば OK です。で、これをですね、じゃあ、例えば、ジョギングと入れますか。で、これをですね、明日にしますね。明日ってこの動画をもちろん撮ってる明日なんですけれども、12日日曜日の朝9時から10時までジョギングをします。でこれ場所現在地なんで、これ保存ですね。はい、これで保存ができました。オルサに予定を入れるときには、ここがポイントなんですけれども、 Google カレンダー右上でこの更新を押しとくと早く、データの同期という話なんですけれども、早くデータが同期できます。それではオルサに切り替えました。12日にジョギングの予定が入っています。でこちらをタップしてみるとですね、ここにですね、あ、これごめんなさい、タップしなくてもいいんですけれども、こう12日をタップするとジョギングをする時間がこうこの円形のグラフ上に表示されるわけですよ。でこの時間帯は温度が10度で、雨も降らないですよね。で天気も良くて、で例えば降水量にすると雨降んないなと、あ、湿度もちょうどいいなと、風速、これ僕自転車も乗るんで、すいません趣味の話ばっかりで、自転車も乗るんで、あ、風弱いの嬉しいですよねっていうのが簡単にまず分かるわけです。さてではこちらを見ていただきたいと思うんですけれども、ちょっとこうスライドすると予定が見れるんですね、見られるんですね、その日の。でこの日はジョギングしようと思ってますけれども、これ大田区でジョギングするとこのように大田区の温度が表示されてるわけです。ではですね、例えばこの日の午後ちょっと遠くに行くとしましょうか。で予定を入れてみますね。16時からまあ20時ぐらいまで、ちょっと夜釣りになっちゃいましたけども、釣りをするとしましょう。でこれ場所をですね、この大田区をやめて、例えば伊東にしてみましょうか。伊東、静岡県伊東市。はい、でこれを保存します。はい、でまたこちらで更新をします。はい、でオルサに切り替えてみましょう。はい、で、12日ですね、こちらジョギングと釣りになってます。はい、ジョギングの予定と釣りの予定がここに表示されています。でこの図はですね、今大田区になってますけれども、この予定を見るとですね、はい、予定を見るとジョギングは大田区、釣りは伊東、ちゃんとやるわけですよ。大田区は天気いいけれども、伊東は13時は天気いいけれども、あ、ごめんなさい、15時ぐらいまでは天気いいけれども、16時ぐらいからちょっと雨降るよというのがわかるわけです。つまりこれですね、旅行とか出張とかで移動したところの天気まで把握するアプリとしては、僕はもうかなり最強に便利だなと思っていまして、
まあ今なかなか出かけづらいですけれども、今っていうのはすいません、動画を撮ってる最中ですね、このですね、いわゆるコロナ騒ぎが終わって出かけるときにはこうマストなカレンダーアプリかなと思います。でまた例えば旅行に行かなくてもですね、家族の誕生日とか、遠く離れた実家にいるお父さんお母さんの誕生日とか入れておくとですね、実家は今日雨だなというのも一目でわかるわけです。はい、それでは最後にちょっと設定についても紹介しておきましょう。この上のですね、この降水量とかのある部分をちょっとスライドするとですね、設定というボタンがあります。で、これをタップするとですね、いろいろ設定ができます。で、初期表示気温になってますけれども、僕は釣りとか自転車に乗るのが好きなので、まあちょっと風速にしようかなと。で、これで風速になりました。で、開始の曜日が日曜日。まあ週の初めって普通日曜なんですけど、会社に勤めの方はまあ大体月曜初めにした方が便利だよねっていう方多いので、これも月曜にしてみましょうと。で、表示形式今2週間になってますけれども、まあ僕の場合は4週間がいいなと。たくさん表示したいんですね、こういうふうにできます。あとはですね、カレンダーの同期も、自分の好きなカレンダー、必要なカレンダーだけ同期することもできます。例えば釣り用のカレンダー作ってもいいですし、仕事のカレンダーと全部合わせてもいいです。ただしカレンダーたくさん同期しすぎるとですね、表示量が増えちゃって見づらくなるので、そこはまあちょっと工夫していただければなというふうに思います。はい、で今設定が終わりました。で、初期表示がですね、風速になってますよね。これ便利ですね。釣り好きには便利。でですね、下もですね、4週間になってますが、実質見えるのは3週間で、あとはもうスライドで4週間と。で、横に動かすと、まあ、4週間ずつ動くという形で、まあ、この辺はですね、お好みで変更していただければと思います。まあ、予定が多い方は1週間にしておいた方が、1日の予定の量がですね、多い方は1週間にしておいた方が見やすいかなというふうにも思いますし、そこは好みで調整していただければと思います。天気予報アプリオルサの使い方を紹介しました。スケジュールと天気予報が一体化しているアプリで、天気予報の方が主役になっているという変わり種の一本ですが、スケジュールを入力すれば自動的にその場所の天気が分かるって、これ意外になかったですよね。結構役立ちます。まあちょっと外出の機会少ないんですけれども、これ使い方覚えておくと外出できるようになった時には重宝すると思いますので、ぜひインストールしてみてください。